ここは惑星王さんだ。日本管轄エリアである。ここがダルカナルでは、未開発及び実装予定の車両に対する教育が行われている。お前、名前は？ひとまる。あん、なんだその舐めた受け答えは。ひとまる式戦車、です。け。最初からそう言え、バカ者、お前は何ができるんだ。おい、教官相手に虫とは、いい度胸だ。殲滅。え、殲滅って、敵の殲滅のことか？そんなことができれば苦労せぬわ。でかい口を叩くのは一人前になってからにしろ。この大バカなのか。お前は本当に喋らない奴だな。もっと声を出せ、声を。そんなことでは敵に舐められる。まあ、これからきっちり叩き込んでやるから、せいぜい覚悟しておくんだな。お前は？はい、90式戦車です。ほう、お前はどういう車両だ？装甲種、いずれも高い水準にある車両と自負しております。ほう、慢心しているようだな。そのうぬぼれが命取りとなることを、今に思い知ることだろう。な思うせ。うっす、74っす。雪圧式サスペンションって知ってます？知らん。ちょぼん。お前は？61式戦車であります。普段は怪獣退治や戦国時代で暴れたりしてます。ふむ、なるほど。え？お前の名前は？シャ。おいほろ、まだ名前を聞いてる途中なのだが、すまん、つい、ひぃー。お前は？は、はい。誉れ高き黄金の国ジパングへ少しでも役に立つようにと派遣されたスクラップ町のゴミと申します。え？どうして？おい、まだ自己紹介の途中だったではないか。すまん、つい。よろしくお願いします、キハ教官。うむ、お前はどうやら新入りのようだな。おっしゃる通り、バージョン 1.79 にて実装予定の新車両であります。そうか、つまりお前はヤマト魂をまだ知らぬということだな。向こうで射撃訓練をしている61式とやらは装甲は不要であると言っていた。お前にはあの精神を見習ってほしいものだ。そりゃ装甲不要論真っ只中に設計されてるからな。何か言ったか？いえ、何も。そんな61式戦車に比べ、貴様は複合装甲などと、わけのわからぬものに甘えおって、ヤマト魂が聞いて呆れる。ですがじゃない。そんな小細工に頼らなくとも、ヤマト魂があれば弾は弾けるんだ。そんなのは嘘です。嘘なものか。俺とホロはかつてドイツの超重戦車とやらを撃破したことがある。名前は、確かネズミのような、超重戦車マウスですね。そうそれ、そいつを撃破したことがある。冗談はおやめください。不可能です。け。まあ時期にわかるさ。さて、時に90式よ。お前は実際の敵を見たことがあるか？いえ、つい先日スポーンしたばかりなので。そうだろうそうだろう。今回はそんな新入りの貴様のために、現場で露覚してきた3号戦車を用意した。え、3号ですか？まずはこの俺が手本を示してやる。は、はい。ありがとうございます。それでは行くぞ、よく見ておれ。あの、外しているかと、違う、今のは試し撃ちだ。あ、はい、試し撃ち。そうだ、試し撃ちは大切だ。はぁ。おい、横向けおら、側面さらして被弾面積増やすんだよ早くしろ。え。くらえ。無傷かと、うるさい。ではお前がやってみせろ。いえ、さすがに私がやっても仕方がないのでは？なんだ、初めての敵に怯えているのか？いえ、かわいそうだと思いまして。かわいそう？どういう意味だ？いえ、こんな強力な敵を相手にしなくてはならない。自分自身がかわいそうだという意味です。そうだろうそうだろう。まあせいぜい頑張りたまえ新米くん。は、はい。もう撃ってもよろしいでしょうか？うむ、やれるものな。え、これはさすがにかわいそうだ。敵というのはこんなにもか弱いものなのですか？実際の敵というのは貴様の想像をはるかに超えるほど、恐ろしく、強力な車両だっているのだ。は、はい。では恐ろしいというのはどういった車両なのですか？待っておれ。道中で露覚した重戦車を連れてこようではないか。連れてきたぞやっていいですか？やれるものなら。あ、はい。ではやりますね。
程度。これでいいでしょうか？うん。よくやった。褒めてやろう。うん。なんだってんだよー。ちくしょう。言っちゃった。どすこーい。オートラもこの程度か、図体ばかりがでかくとも、馬力が伴わなければ MDT に勝とうなど夢のまた夢、馬力を上げてからで直してきやがれ。ほら、降参しないと海に沈めてしまうぞ。別に、俺だってあれくらいできるし、オートラと馬力勝負とか余裕だし、おい、新入り、そこ変われ、俺が手本を見せてやる。あ、やべ、いざ正面から見るとクソでけえや。おい、オートラ、ゆっくりだぞゆっくり、柔らかくな、その、ソフトタッチってやつだ。うん。うおー。やべ、理解切れた。何してるんですか、何も言うな。わーお。本日はご苦労だったな、ひとまるよ。相変わらず口数の少ないやつだ、おいほろ、こいつはずっとこんな感じなのか？あ。ずっとこんな感じだ。どうやらこいつは遥か未来の車両らしくてな。実装には3年、いや4年も先となるそうだ。そんなに後なのか。こいつがツリーのトップとして君臨できるのか。正直不安でならない。おい、ひとまる式戦車。君はなぜそんなにも話さないのだね。連携が取れないと戦場ではやっていけないだろう。必要ない。情報は常に仲間と共有される。何を言ってるんだお前。ほろ、わかるか。いや、さっぱりだね。俺たちの戦場とは感覚からして違うんだろうよ。声も出さずに連携なんて君が悪いぜ。さっきからうるさい、潜って、競争。お前から提案とは珍しいな。いいだろう、受けて立つ。せーの。我が国家の誇りにかけて言うとせ。静かになった。なんだ、俺たちを呼び出したりして。教官、あなたたちは一体何を教えたいのですか？先ほどから指導などと言いながら、くだらない茶番ばかりでちっとも意図がわかりません。我々はあなた方を断家し、新たな教官へのチェンジを望む。だ、断家だって。それだけはいけない、同じ国の車両だぞ。そんなことは知りません。実装前の我々に怖いものなどないのでね。くそ、創造主様のペナルティでさえ、こいつらには適用されないってのかよ。さあ、我が同期たちよ。今こそ断家式戦車道の見せどころ、実戦ではできないようなえげつない断家を披露してくれたまえ。いけ。くそ、断家なんてされようものなら、ひとたまりもないぞ。これはもう自害するしか。早まるな、J 抜けは最終手段だ。くそ、じゃあどうすれば。断家、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 断家。お前たち、やめろ、本当にやめろ。味方への断家は絶対にしてはいけない。お前ら追い方と思ってる奴なんざここにはいねえのよ。くそ、てめえら。いい加減にしやがれ。なんだ、豆鉄砲で威嚇ってか。お前らに、ヤマト魂を叩き込んでやるよ。死にたい奴から前に出ろ。砲塔が変わった。いくら砲塔が変わったところで、味方への発砲は禁止されている。いや、禁止とかもう知らんし、撃つよ、俺。そんなハッタリで俺たちの気が変わるとでも、教官は本当に楽観的ですな。こら、撃てるものなら撃ってください。嘘だろ、立ちだこの教官。61式が一撃で。次はドイツだ。逃げろみんな、殺される。おいこら逃げるな。おいちは、その辺にしとけ。地獄の果てまで追いかけてやるからな。おい、ヤマト魂を貴様らにたたき込むと言っただろうが。待てお前たち、
こら、その腐った根性を叩き直してやる。あいつ正気か、これ以上撃破したら解雇どころかバンされちまう。止まれー、逃げるなー。止まるのはお前だ、キハ。創造主様に消されるぞお前。おい、待て、キハー。こうして、キハとホロは創造主様により解雇されたのであった。